将軍様は、縮み地方を使われるは、朝鮮民主主義人民共和国の楽曲の一つ。作詞は、定列、作曲は、金雲流。金正日を称える作品として知られる。本作は1996年、左官、採算芸術団によって発表された。曲名の通り、金正日は、金日世と同じく縮み地を使うことができると、称賛する内容の作品である。 本作歌詞中の、高知という単語は、北朝鮮では単なる高台ではなく、陸上戦における要害としての山や丘との意味がある。金正日の個人崇拝を意図して制作されたものの、あまりに奇妙で、高等無形とさえ言える内容であり、故に、韓国では、パロディ素材として扱われることがある。極左政党である統合新歩党が2012年に、 ハッキングされた際にも本作音源が BGM に使用されていた。韓国国内で北朝鮮を賛美する行為は韓国国家保安法によって禁じられており、本作も北朝鮮最高指導者であった金正日を賛美するものとして認識されているが、北朝鮮及び金正日一族を批判したり皮肉ったり揶揄する目的での使用は事実上容認、黙認されている。 本作の奇抜な内容の施策は韓国のみならず、日本など諸外国の北朝鮮フリークにも周知されている。2019年頃から北朝鮮の金正恩政権の現実主義への変化が指摘されており、2020年5月20日付の労働新聞は、ジミ地方の秘訣と題した記事で、ジミ地方について、霊的な技術を言ったものではないとし、近日生。 近正日時代の解解釈とは異なる見解を伝えた北朝鮮のメディアが最高指導者に独断で言及することは考えられないことから、金正恩の意向が反映されていると見られている。ありがとうございます。